楽しく暮らすソドート。見て見て、いろんな機関車たちが走っているね。あ、あっちから世界で一番有名な青い機関車がやってきたよ。みんなはあの機関車の名前を知っているかな？そう、機関車トーマスだね。トーマスは小さいけれど頑張り屋さんで働き者の機関車なんだ。今日はつい最近ソドー島にやってきた新しい仲間たちに島のいろんなところを案内するんだって。どんな仲間かって？それはあってのお楽しみ。トーマスは大きな湖のほとりで新しい仲間たちと待ち合わせをしました。早速仲間がやってきたみたいです。こっちからヨンバオがやってきたよ。ヨンバオは頭に竜の顔が描かれている中国からやってきた機関車なんだ。彼女たちはニアとレベッカ。ニアはアフリカのケニアからやってきたカラフルな女の子機関車。レベッカはいつもニコニコしているとっても力持ちの女の子機関車です。トーマスはニア、ヨンバオ、レベッカにソドー島に暮らす楽しい仲間たちを紹介することにしました。みんなはどんな仲間に出会えるかワクワクです。出発進行。さあ行こう、トーマスの仲間、ソドー島の仲間に会いに行こう。元気な機関車、カラフル機関車、力持ち機関車。どんな仲間に会えるかな？トーマスはまずニアたちをたくさんの仲間たちが集まっている機関庫に連れて行きました。そこにはトーマスの一番のお友達でいたずらっ子のパーシーをはじめ、昔々に日本からやってきたヒロ、ピカピカの赤いボディでちょっぴりうぬぼれ屋さんのジェームス、いつも威張っているけどいざという時は頼りになる力持ちのゴードン。こんにちは。みんなは元気よく挨拶をしました。ヨンバオ、ニア、レベッカも嬉しそうに笑っています。パーシーはトーマスにソドー島で一番ドキドキでハラハラのあの場所にニアたちを連れて行ってあげればと言いました。そう、グラグラ吊り橋とドキドキマウンテンです。みんなもそれはいいアイデアだ、ちょっと怖いけど楽しんでおいでよとトーマスたちを送り出します。途中でもたくさんの仲間たちとトーマスたちはすれ違いました。みんなから信頼されている心優しい思いやりのあるエドワード、お仕事が大好きでいつもボディがピカピカのヘンリー、インドの鉄道会社で働く賢くて優しいアシマ、他にもたくさんの仲間たちがニアたちのところへ挨拶にやってきました。火事が起きたら出動、フリン、博士が自慢のスペンサー、おてんば娘のロージーとキラキラエミリー、やってきた。こんにちは、こんにちは、よろしくね、よろしくね、個性的でカラフルな仲間たち。街で大歓迎を受けたトーマスたちは森を抜け、製鉄所の脇を抜け、山の奥へと進んでいきました。製鉄所ではハリケーンとフランキーが働いています。山の中を進んでいくトーマスたちの前に深い谷底にかかるグラグラ吊り橋が現れました。まずはトーマスが一番最初に渡ることにしました。グラグラ吊り橋、グラグラスリルマウンテン、車両が揺れるぞ。
無事グラグラ吊り橋を渡り切ったトーマスの後をニアが、レベッカが、ヨンバオが渡っていきます。みんなはちょっと怖かったけどすごく面白かったと大興奮です。さあ次はいよいよドキドキマウンテンです。ドキドキマウンテンは深い山に囲まれた野原の中にそびえ立っています。ドキドキマウンテン、ドキ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 、山を登ってドキ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 、ビューン、すごく急降下、ドキドキマウンテン。ジェットコースターみたいなスリル満点の急降下をニア、レベッカ、ヨンバオは楽しみました。楽しいひとときは過ぎ、そろそろ町へと帰る時間です。この辺は夜になると真っ暗になってしまうから急いで帰ろうとトーマスはニアたちに言い走り出しました。しかし町へと帰るレール脇に怪しい影が。そう、意地の悪い暴れん坊のディーゼル10です。ディーゼル10はトーマスたちを邪魔するために町に行くレールのポイントを山の方向に切り替えてしまったのです。そんなこととは知らずトーマスたちは山の方向に進んでいってしまいました。ニアたちにゆっくり進めばきっと大丈夫だから僕が様子を見てくるよと言い、アニーとクララベルを切り離して一人で向かいました。ニアたちは少し不安でしたがトーマスの言葉を信じて待つことにしました。ゆっくりゆっくり進むトーマス、無事ボルダーに気づかれず通り過ぎることができたかと思った瞬間、トーマスが橋に引っかかり動けなくなってしまったのです。カタカタと揺れるトーマス、ボルダーが怒ってグラグラ揺れています。心配そうにトーマスを見守るニアたち、なんとか脱出に成功したと思ったその瞬間、ボルダーがトーマスめがけて転がり始めました。大変だ、うわー、逃げろトーマス。ゴロ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 レールの上を転がりながらボルダーはトーマスに迫っていきます。頑張れトーマス。ニアたちはトーマスを応援します。もうダメだと思った時、行き先のポイントレールの横にトビーがトーマスを待っていました。トーマス、僕がポイントの切り替えをお願いするから左のレールに進んでとトビーが言いました。トーマスはトビーの言う通りに左のレールに進むとポイントが切り替わり、ボルダーはゴロゴロとまっすぐに転がっていきました。まっすぐ転がるその先にはなんと悪巧みをしたディーゼル10が停車していたのです。ディーゼル10が叫びます。うわー、こうしてトビーのおかげでトーマスたちは無事町へと帰ることができました。トーマスたちは町へと急ぎます。町の広場に到着したトーマスたちを待っていたのはヨンバオ、ニア、レベッカの大歓迎パーティーでした。新しい仲間が増えてソドー島の機関車たちはみんな大喜びです。その頃、
ボルダーがぶつかって故障したディーゼル10はパーシーに惹かれたロッキーに助けてもらっていました。もう意地悪はやめようと反省するディーゼル10でした。本当かな。2019年春公開のトーマスの新しい映画、機関車トーマス55地球丸ごとアドベンチャー。トーマスと一緒に最高に胸躍る冒険の旅に出かける楽しい映画。その映画に登場する楽しい仲間とトーマスがセットになったトーマス&ニア、エースと55アドベンチャーセットが登場だ。ケニアで出会うニア。ニアは明るくみんなに優しい、歌を歌うのが大好きな冒険好きな女の子の蒸気機関車。ニアに貨車をつないでトーマスと一緒に冒険へゴーゴー。見て見て、コーヒーを積んだブラジルの貨車とアフリカの貨車が楽しそうにゆらゆら揺れているよ。なんだかウキウキしてくるね。トーマスと映画の中で一緒に競争したスピードを出すのが大好きなレーシングカーエースがトミカで登場だ。トーマスが引く貨車に乗せて遊んだり、映画みたいにトーマスと競争させて遊んでね。またセットについているシーンボードを使えばニアと一緒にアメリカ大陸を駆け抜けているみたい。大活躍の3キャラクターが入っているから映画の世界を再現できる。機関車トーマス、トーマス&ニア、エースとゴーゴーアドベンチャーセット。そして映画やテレビで活躍するプラレールトーマスシリーズの新しい仲間もたくさんラインナップ。困っている機関車を放っておけない勇敢な中国の機関車ヨンバオ、ボディデザインがとってもかっこいいね。ゴーゴーアドベンチャーセットについている雪かきパーツをニアにつけてヨンバオと一緒に映画の雪山の救出シーンを再現しちゃおう。デコロシリーズを転がすとお目目がキョロキョロしながら蒸気がピョコピョコ、デコロでキョロキョロプラレールが仲間入り。トーマスがレーシングカーになっちゃった。手で転がすとチリンチリンと音が鳴る。デコロでチリン、プラレールレーシングトーマス。デコロシリーズは全部で9種類。デコロ貸しで遊んでね。見て見て、機関庫でレベッカとミアが楽しくおしゃべりしているよ。レベッカは重いものを引っ張れる力持ちの大型の女の子の機関車。ミアとはとっても仲良しなんだって。大人気のトーマス機関庫がリニューアル。機関庫がお片付けボックスに。遊びながらお片付け、たたべるトーマス機関庫。プラレールトーマスの仲間には他にもレーシング仕様の優先系トーマスやシューティングスターゴードン、エレファント、ゾウ。英語も覚えられちゃう。トーマスとパーシーもラインナップされたおしゃべりトーマスシリーズ。走らせると本物みたいに蒸気がもくもく、蒸気がシュッシュ。おしゃべりも楽しい蒸気がシュッシュトーマスセット、などなど楽しい仲間がいっぱい。たくさん集めて遊んでね。広がる広げるベーシックセット、青いレールマロン液レンガトンネルトーマス、さあ始めよう。プラレールトーマスの楽しい動画が見られるホームページにも遊びに来てね。